リニア工事をめぐり、環境に対する懸念から県内の工区で工事の着手を認めていない静岡県に対し、中谷真一経済産業副大臣が駅ができないから反対しているなどと批判したことについて、川勝知事は今日直接ご意見を賜りたいと対決姿勢を示しました。山梨県のホテルでおとといから3日間開催されている全国知事会議に今日出席した川勝知事。国家的プロジェクトでありますのでですね、静岡県さんとの間よく話を進めてですね、一日も早い静岡工区の着工とですね、そして東京名古屋の早期開通。会議ではリニア新幹線の開通について言及があったものの、川勝知事が意見をすることはありませんでした。リニア問題をめぐっては昨日、中谷真一経済産業副大臣が県内の工区で工事の着手を認めない静岡県に対し、自分のところに駅ができないからといって反対するのはとんでもない話だと批判しました。これに対し川勝知事は、私どもが何か足を引っ張っているかのごとくにですね、言われるのは、それは規制同盟会に入っていることごとちなのかなと思ったりさえします。私の方からぜひ中谷副大臣閣下のところに参りまして、直接私にご意見を賜ればと。川勝知事は中谷経済産業副大臣に直接会って対決する姿勢を示しました。